テレギブを弾くジェフ・ベック。1979年。テレギブとは、ジェフ・ベックの使用ギターのテレキャスターにギブソンのピックアップとフレットに変更改造された個体の通称である。セイモア・ダンカンにより改造され、ベックに受け渡された。また、海外でもこのように故障される。1974年、ロンドンにあるフェンダー社の修理部門で働いていた弾ン,ンは、 自身が所有していた1959年製の壊れたテレキャスターに改造を施すことを思いつく。今では貴重なギブソン社のフピックアップを2機搭載しているが、これも使い物にならない状態のフライング V から取ったパーツであり、コイルが断線していたため、ダンカン自身がリワインドしたものである。テレキャスター独特のブリッジは、ハムバッカーを乗せるため半分くらいに、 カットされており、ボディの肘が当たる部分はもともと、ジェフのエスクワイヤのコンターを真似ようとしていたので、削ったままになっている。ピックガードの色は黒。ボディとネックはブロンド。ネックはメープルで、シワンは別のメープルを貼ったものであり、フレットはギブソン用のもので、通常のフェンダー用より太い。ジェフベックが使用し、現在性もアダンカン所有のエスクワイヤの、 レプリカジェフ・ベックのファンであったダンカンは、金傍の CBS 社スタジオで、ベック・ボカートアピスの未発表に終わった、セカンドアルバムをレコーディング中であった、彼を訪れ、このギターをプレゼントした。ダンカンは見返りを求めていたわけではなかったが、このギターを弾いたベックが気に入り、後に、自身の所有する3本のギターから好きなものを選んで、交換すると申し出た。 ダンカンはベックがヤードバーツ時代から使用していたエスクアイアを選んだ。テレギブはベックの翌1975年のソロ作ブローバイブロー収録の悲しみの恋人たちのレコーディングに使用された。このギターに用いられたリワインドフは後に SH-2 ジャズモデル SH-4JB モデルというセットの原型となりセーモアダンカン社の主力商品となったが 当時はベックがレコーディングを終える前に作業を完成させねばならないこともあり、必要な量のワイヤーを手に入れるのに苦労したそうである。2機分はゲージの違うものしか手に入らなかったため、巻き数を多くし、アウトプットを増やすために細い方のゲージのものをリア用に使用した。ありがとうございます。